皆さん、こんにちは。タクタケシ講座専任講師の、堀義弘と申します。本日、セミナーを担当いたします。どうぞよろしくお願いします。今日は、この短期100日合格法ということでですね、セミナーを行いますが、ちょっとそのセミナーの前にですね、ちょっと大事なことで、皆さんに、確認していただきたいことがあります。もうご存知の方ね、多いと思いますが、7月1日から、宅建士の願書、本試験申し込みですね、受付開始となっております。で、7月1日から、今月末までですね、インターネット申し込み可能なんですが、申し込みの経験のある方、特にご注意いただきたいんですけれども、昨年、郵送申し込みが、月末まで可能でした。今年はですね、郵送申し込み期間が短くなっておりまして、7月の16日火曜日までということになっております。で、逆に、インターネットの申し込みが7月31日水曜日までとなっていてですね、ちょっと去年と、仕様が変わっていますので、初めてね、受けるという方は、もうちゃんと画面見て大丈夫だと思うんですけども、ちょっと、去年、願書出したことあるなっていう方、去年と同じ感じで考えていると、あれ、出せなくなってるってね、なるといけないので、スケジュール感ですね、ご注意ください。一応ちょっと皆様の現在の申し込み状況を、伺えるとありがたいのですが、今日はズームを使っておりますので、挙手っていうね、ボタンがあります。わかる方だけでいいんですけれども、挙手ボタンってね、わかるよっていう方、もう願書を出しましたっていう方ですね、ちょっと挙手ボタンを押していただけますでしょうか。たくさん押していただいてますね。ありがとうございます。どんどん増えてきますね。もう半分だったかな？半分ぐらいかな、ちょっと手がないかな、半分弱ぐらいの感じですかね。はい。ということで、まず、願書出した方ね、一安心ですね。で、願書出してない方、もうだから結構もうみんな出し始めたんですので、ね、別に早く出したから手よくなるわけじゃないんですけれども、もう万が一ね、それといけませんので、ぜひそこはね、スケジュール確認して、くれぐれも出し忘れないようにご注意ください。はい。それでは、セミナーの方に入っていきたいと思います。画面の方を共有いたします。まず最初に、宅建とは試験の特徴を解説するんですね。この画面を使いまして、試験方法の簡単なご案内をしたいというふうに思います。で、まず、宅建士の試験は、択一式ですね。記述式で何か文章を書くという必要はありません。1番、2番、3番、4番の中から、これだなっていう答えをね、選べば用意した択一式の試験になります。出題数は全科目合計で、50問。ただし、いわゆる保険免除ですね、登録当初修了者の方は45問になります。で、ただ合格点は同じですね。ですので、登録当初修了者の方は、5点分が加算されて、45問中自分のトータル得点の合計点でですね、出題数50問の出た方と、同じ基準で合計を判定されるということですね。試験時間ですが、50問の方は2時間、登録当初修了者の方は1時間50分。という形になっています。一応ね、ご存知の方多いと思いますが、一応まず試験の特徴ということで、解説をさせていただきました。では、次へ行きます。試験科目ですね。科目の種類としましては、この画面の左側、民法など、宅地建物取引業法、法令上の制限、その他関連知識、4分野に、分けていますが、出題数かなり違います。民法など、ここは民法の他に、借地借家法、ね、不動産登記法、不動産入法、という内容というところに、ね、載っているものですが、これらを合わせまして、全部で14問出題。50問中14問ということですから、重要科目ということが、ね、出題数から出ると思います。そしてもっと多いのが、宅地建物取引業法、20問。ということですね。宅建業法が、ほとんどですけれども、住宅貸し担保、銀行法というね、比較的最近できた法律からも1名出されますので、合計で10名出されるという形になります。50問中20名ですね。誰が見ても、両方大事なんだろうなっていう感じですね。続きまして、法令上の制限ですが、これは8問です。で、いわゆる、建物を建てたりですね。そういう時に関係する法律が、多い法律で、2問、少ない法律ですと、1問。
なので、結構たくさんいろんな法律を勉強するんですけども、その割には、勉強で8問出題ということになります。で、こう数字だけ見てしまうとですね、民法14問、脱したて物取引業法20問、これに対して法令上の制限8問なので、どうしても法令上の制限8問をですね、軽くね、考えてしまう、そういう心配があるんですけれども、実は今日、私がセミナーで一番話したい科目が、法令上の制限です。この科目で、もし点が取れないのか、この科目が苦手ということになると、かなりね、合格できなくなるリスク高いので、ちょっと今日はね、法令上の制限、大事な科目なんだってね、ちょっと思っててください。一方、同じ8問なんですが、その他関連知識は、これはもちろん点は取らなければいけませんけれども、法令上の制限のように、攻略の難しい、あるいは勉強に工夫が必要だ、そういう科目ではないと思います。結果的に言うと、その他関連知識は割と点差が開かない、開きにくい、ね。なので、一応出題数、ここに書いてありますけれども、決して出題数を見て、発見情報が一番大事で、その次に大事なのが民法で、大体この2つで34点取れそうだと、合格ラインに近づいたなんてね。そんな単純なものではないと、そこはちょっとね、ご注意いただけたらというふうに思います。では、次。5年間の合格点の合格率を、表にしました。で、左側年度ですね、真ん中に、合格点ですね。これは50点基準での合格点ということになります。で、右側に合格率ですね。で、まず、左側、年度のところを見ますと、令和2年度が2回、令和3年度が2回、10月、12月、2回試験をやりました。ね。これは、コロナのせいですね。コロナのせいで、会場で、受験生と受験生の、隣にね、受験生が座らないので、思いっきり席を離した関係で、会場が足りないと。それで2回に分けてね、試験を実施したという、そういう経緯なので、これはもうこの時だけの話と思ってください。だから資料としましては、令和何年とか、令和4年とか、令和5年、こちらを参考に考えればよいと思います。で、合格点と合格率をね、ちょっとこう見ていきますと、合格点、ここに載っている数字ですと、そんなに違わないように見えますが、今までのね、過去何年間の合格点というのをトレースしてみますと、結構これ変動があります。もっともっと高い合格点だった年もありますし、30点ぐらい近づいた時もありますし、大昔ですよね。非常に大昔ですけども、30点切るようなこともありました。一方、合格率なんですが、ちょっとね、コロナの時にあった令和2年と3年はちょっと、見なくていいんですけれども、令和元年、令和4年、令和5年と見ていくと、結構同じような数字になったんですね。17%にピタッと張り付いちゃった感じです。で、これにはちょっと意味がありまして、実は合格点というのは初めから決まってるわけではない。試験を実際に実施してみてですね、で、シートの、コンピューターで光でガーッと採点して、で、満点の人からね、順位が分かるわけですけれども、この試験の実施期間は、そのテスト終了後に合格点を、合格率を見ながら決めてるんだろう、推測されます。ですから、合格率が下がりすぎないようにしよう。で、例えば令和何年度はなぜ32点になったかというと、これ36点にしてしまうと、合格率が17%を切ってしまう。だからどうしても、ちょっと低めですけどね、35点にしたんだと。ね。一方、令和4年度、令和5年度は、36点になっていますが、これはもう合格点36点にしたとしても、合格率17%確保できるので、合格点をそこに決めた。おそらくそういうことをしているんだろうと思われます。これは断定はできませんですね。私は試験機関の理由ではないので、ただ、ずっと統計的に見ていくと、この合格率っていうのがあまり変動しないんですね。で、なので、どうしてもこれだけ受からせようと。いうことを考えているんだと。なぜ、そういうふうにね、合格率を下げるようにするんだと。これはまあ簡単に言えば、不動産業界が困ってしまうからですね。これぐらい受かっていただかないと、
宅建業界では、不動産業で、ね、仕事をしている人も5人に1人は宅建士の資格を取っていなければいけない、そういうルールがあります。試験にも出ますから、ね、まあ、これ皆さん、この数字を覚えてねって言われることになりますけれども、この試験でも5人に1人というこのルールがあるせいで、まあ、不動産業界は、不動産業に従事している人の、5人に1人は宅建の資格を持っていないと困る。ですから、かなりの宅建士が分かっていかないと、不動産業界で宅建士不足が生じてしまう。おそらくそういうことも関係してですね、まあ、これぐらいに受かってくれてれば、不動産業界で2割は確保できる。おそらくそういうことも一つのね、背景になっていると思います。なので、まあ、絶対的な合格点何点と決めているのではなくて、上位17%に入るような勉強すれば受かる。これちょっとね、勉強方法を決める上で出しなきゃいけないので、ちょっと覚えておいてくださいね。1番からバーッとね、並べたとき、例えば100人でテスト受けたときに、17番までに入っていればいいわけです。だから、36点取る勉強が目標なんじゃなくて、100人中17までに入る勉強が何か、ね、そこをちょっとこうね、考えていただくといいと思います。では、次です。その、まあ、じゃあ、17%に入る、ね、100人のテストだったら17人までに入る、まあ、そのために、まず科目の特徴をですね、ちょっと見ていきたいと思います。先ほど見ましたように、民法は14問出題されますが、結構しんどいと思います。この横に ABC という分類がついているんですが、これはタックで独自にですね、設定している分類でして、ちょっと表の右下を見ていただきたいんですが、赤い字で A と書かれていますね。これは正解率70%以上の問題を A 問題というふうにしておりまして、まあ、もうちょっと簡単に言いますと、簡単な問題と思ってください。ね、まあ、受験室の中の7割以上の人ができてしまう問題ということは、まあ、簡単な問題と言っていいと思います。B。正答率が4割から7割。要するに A よりも正答率が低いは、まあ、4割以上は取れてるというものですね。つまり、半分ぐらいの人が、ですね、半分前後の人が取れる問題。これを B ランクとしました。まあ、簡単に言えば、応用レベルの問題。B ランクは必ず取らなきゃいけない問題ではないが、まあ、1勝1敗ぐらいには持ってきたいですね。2問中1問は取りたい問題。そういうふうに思ってください。そして、最後、C ランク。正答率40%未満ですね。まあ、宅建士の試験は記述式ではありません。ですから、全然勉強してなくても多分0点になることはないですね。1、2、3、4ってあって、わかんないからね、今日は全部2にしようとかって、全部オール2ってつけて、0点になるかっていう。まあ、多分、そうはならないので、2、4行目数の確率で考えれば、ね、25%ぐらいの答えがあると思いますから、まあ、そういったことも考えると、かなり難しい問題を持ってください。何にも考えなくても25%くらい答えがあるはずなのに、そこで正答率が4割しか出ない、4割切るような状態というのは、まあ、非常に難しい問題ですね。で、その、まあ、簡単ね、1勝1敗ぐらい五分五分でいきたい問題、そして難しい問題を分けたとき、民法がどうなっているかと言いますと、A ランクの問題が、民法は4問しかない。4問ですね。ちらっとその下、宅建業法なんかを見ますと、宅建業法20問中、なんと16問が A ランクであるに対して、民法は4問しかないんですね。難しい問題がたくさん出るということです。一番多いのは B ランクに分類されている問題で、これが約半分、7問を占めます。そして、まあ、おそらく手に負えないでしょう。でも手に負えなくてもいいですよっていうね、そういう問題が C ランクで、まあ、そちらが3人ですね。で、14問の民法を解いてる、ちょっと自分を想像してほしいんですが、この状況ですと、第1問目が、例えば B 問題が来て、第2問目に C 問題が来て、で、3問目にようやく A 問題が来るかもしれない。でも、もしかしたら、B 問題は数が多いです。3問目もまだ B かもしれない。そうすると、問いの1解いて B 問題で、あ、ちょっと難しいと答えに近い、近い4か月かな。で、2問目、もうこれも無理みたいな心理状態に。3問目、もし A が出てほっとつければいいですけど、
これ、どちらかというと、ね、B7 問で多いんですから、いや、3問でもまだ B の可能性があるんですね。これ、最初3問解いた時点で、下手すると、自信持って答えが決められる問題が1個もない状態。それぐらい、ちょっと体感的には世代科目なんですね。ですから、民法は結構手前な。で、勉強しててこうなるわけですからね。勉強しなくてこうなってるわけじゃないので、まあ、ちょっとこれ、民法っていう科目は、勉強しても、なかなかね、自信持って点取れる問題少ないんだ。難しそうだなっていうのをね、ちょっと考えておいてください。宅建業法です。宅建業法は20問中16問、ね、8割簡単、ね、もちろん勉強したからですよ。勉強したからですけども、勉強していれば、宅建業法は、あ、報われる科目だ。8割点取るじゃんだ、ね。C ランクなんて出ない。そういう随分ね、こう、出題数は、どっちも多い科目ですけれども、簡単さに近さは違うのだなっていうのをね、ちょっとここで、見ていただくといいと思います。科目別にね、これから説明しますので、この数字を覚えていくといいですけれども、民法結構大変そう。あ、逆に、課金情報は点取りやすい科目なんだ。そこをちょっとね、掴んでいただくといいと思います。さて、法令上の制限です。8問中7問が A。あれ？さっき、これの制限ね、私、これ大事な科目ですよ。今日一番この科目の話をしたいと言いました。ね、簡単じゃないか。実は理由があります。ね、後でご説明しますが、去年は、もう、ものすごく法令上の制限としてはですね、素直な問題を出してくれるんですね。個々の問題文を見ると難しい問題文が混じっているんですが、試験によく出るっていうところをきちんと押さえていると、一択で、あ、これ絶対正しいとか、あ、これ絶対おかしいっていうのが分かったので、他に、選択肢がですね、分かんないのが混じっていても答えが出る。ちょっとそういった意味では、法令上の制限としては、勉強した人がですけど、勉強した人にとっては点の取りやすい年だったんですね。それで、まあ、ちょっとね、7問となっています。ちょっとこれは後でね、説明をします。そして、その他関連知識。これはまあ例年通りと考えていいと思います。その他関連知識は、不動産に関する教養試験が出されるところで、過去の本試験の問題をきちんと解いておけば、まあ、取れる問題が多いんですね。実際こんな感じだと思います。ということで、結果的に見ると、A ランク、33問、そして B ランクが13問。で、これのまあ半分ぐらいを取るとすれば、40問ぐらい、したいんだなと、まあ、そういう結果だったなというふうに思ってください。ね、合格ライン36ですからね、もちろん取り越しがあっても大丈夫なんですけれども、目標としては、これやっぱり40ぐらい欲しいテストだったんだなと、そういうふうに考えていただくといいと思います。では、次。今ちょっとね、話した内容と同じ内容になるんですが、ちょっと見方、数字の出し方を変えてみました。得点を何点取らなきゃいけないかという数字にしてみました。民法14問中、10点ぐらい、つまり逆に言うと4問として構わないということですね。宅建業法は20問中18点取れない、つまり2点しか落とせないんですね。民法は14問出てる。そのうち4問落としていい。宅建業法はもっと多い10問なのに、2問しか落としてはいけないという結果です。ね、まだ随分ね、結構違う科目だなということが、この数字からも分かると思います。では、次から、次へ行きまして、科目別にですね、どういう特徴になるのか、どういう勉強がいいのかという話をしていきたいと思います。ここからいよいよ本文という感じですね。目標定数と学習のポイントということで、さっき出したのと同じ数字、民法目標点10点と書いてあります。で、民法の場合は、難しい問題が出ちゃうんですね。で、これを取ろうという勉強はしない方がいいと思います。C ランクが出ても点取れるとか、B ランクも全問正解を目指すとかですね。そういうのは、ちょっとやっぱり大変になりすぎてしまうんですね。表の右側。学習にメリハリをつけ、むやみに手を広げないことが重要です。これは、民法に特に入れることで、
ね、一応、どの段階の本買っても、さっきのテキストにもそうですけども、まあ、試験に出る可能性になるものは結構全部バーッと書いてはあるんですね。でも、それを全部同じようにやるのは損です。ですから、まあ、これは試験によく出る。しかも、頑張れば点が取れる。そういうところを特定してですね、そこはしっかり時間を割く。逆に、まあ、出ることは出るかもしれないけれども、まあ、点取れないことも結構多いんだろう。そういうところは軽くですね、その過去問で出されたところに絞って、ポイントだけ覚えると、まあ、そういうような、まあ、メリハリをつけるという学習がですね、非常に有効では一面になります。これをやらないと、多分ものすごいニートに時間を取られてしまうので、この紙とニート自由に時間が割けなくなる必要がありますから、民法の場合は、やっぱり優先順位をはっきりつけた方がいい科目なんだなと、そういうふうにね、ちょっと思っています。でまあ、それの、まあ、同じことになるんですが、出題頻度が高く、かつ基本的知識が実際が多い項目は、私に見つけるようにする。まあ、さっきの ABC で言うと、A ランクの問題は確実に取りましょう。そして、B ランクは一生いっぱいで良い、ね。まあ、そういう、意味なんだなと思っている。で、学習の内容ですが、まあ、これはね、もう、したことは、まだないですって方は全然気にしなくていいですけども、まあ、ちょっとね、経験者の方も、聞いてくださってるかもしれないので、意思表示、ね、以下、まあ、こういう、まあ、いわゆる試験によく出る科目、こういったものが一般的には、優先的学習項目ということになります。ただ、本日、最後の方でですね、ちょっと私にもバッグの、チャレンジコースがちょうど開講時期になっているので、チャレンジコースの話に展開させていただこうと思っているんですが、チャレンジコースはね、これもっと絞り込んでます。ね、メリハリをつけ、というところもですね、もっと踏み込んだら、実はここに書いてある文脈の中にも若干優先順位が出てくるんですね。ちょっと後回しのように、そういう話になってきます。では、次いきます。点業法です。宅建情報は先ほど見ましたように、20問中18点取らなきゃいけない。なぜ？いや、もう A ランクがね、ほとんどだからですね。得点源にすべき科目なので、苦手科目項目は作らず、まんべんなく学習をするように心がけることが重要である。つまり、過去問は A ランクですね。これ確実に取る、ね。B ランクは本番で1勝1敗で良いのですが、本番の B ランクを1勝1敗で戦うためには、練習問題の B ランクも確実に正解できる必要があります。それで、過去問の A ランクだけじゃなくて、B ランクもしっかりやりましょう。ね、ということになります。で、まあ、ね、簡単に言うようなと思うかもしれませんが、これ実はですね、学習方法を工夫すると、実際ね、その民法と違う学習方法というかして、これは十分可能なんですね。まあ、これからね、勉強を始めて、まあ、だんだん、あ、この科目得意だなとか、苦手だなってね、いろいろ出てくるかもしれませんが、民法と宅建業法ですね、片方得意なんだけど、もう片方ちょっとね、今一つだっていう方結構いらっしゃいます。まあ、宅建業法が得意だという方が多いですけれども、でもたまにやっぱり民法の方が好きだと。宅建業法はね、ちょっと苦手なんですよという方もいらっしゃいますね。で、この場合はですね、大抵、民法と宅建業法のやり方を変えてないというのが、まあ結構ね、原因になっているケースが多いです。もう、民法と宅建業法、これだけ出題される傾向が違うわけですね。同じ勉強方法で、やはり理解ではないと。じゃあ、科目に合わせた勉強方法、どうしたらいいのかということなんですが、宅建業法は、なぜ選んでが多いのか。それは同じことを繰り返し聞いてくるからですね。同じ内容を、しかも同じような形で繰り返し聞いてくるので、宅建業法は A ランクが多くなる。B ランクというのは、その A ランクで出るような選択肢で、ちょっと少し工夫をした問題とか、あるいは引っ掛け問題ですね。普通の人がちょっと注意しないところにこそっと間違った言葉を混ぜておいてですね、騙すみたいなことをよくやるんですけども、そういうのが混じってくると、ちょっと正答率が下がります。ただ、いずれにしましても、この宅建業法の A ランク、B ランク対策は、練習問題をたくさん解く。
それも過去の本試験の問題ですね。同じ問題でいいですから、それを繰り返しておいて覚えていくっていうのが、結構力をつける早い道になります。ですから、宅建業法は問題集をたくさん解くという方法で、まあ、結構この名分であってですね、正解できるようになるんだ。あまり心配はしないでください。じゃあ、民法はどうなんだですね。民法の方は、これはすぐ問題集を解くというのは、大抵あまり、ね、力の見ない原因になります。民法はむしろ、範囲を絞り込んで、ね、さっきメリハリつけるって言いましたけども、そのメリハリをつけて、そのしっかり読み込むところはテキストを十分読む。そういう、まあ、いわゆる本格的な自動の勉強が効果的ですね。だから、まあ、この得点の差、そして出題傾向の差は、当然勉強方法に影響する。宅建業法はもうガンガン問題集を解くというのが勉強の中心になるイメージです。一方、民法は、まあ、解説などを聞ける機会があれば、必ず解説は聞いて、そして、テキスト形態、ね、解説の方をじっくり読む。で、じっくり読んで、あ、分かったなと、それから初めて問題を解く、ね。それぐらいちょっとやり方を変えるといいと思います。まあ、民法はテキストをしっかり読んでから練習になったよとか、宅建業法はもうすぐ問題集が入っている。むしろ問題集をたくさん解いた方がいいね。それぐらいちょっと違う感覚だというふうに思います。では、3番目、制限の話。これが今日一番お話ししたかったことですね。実は、合否を分けるですね。その大きな原因に、法令上の制限を頑張らなかった。あるいは頑張ったんですね。これがあります。で、こう数字を見ていただくと分かるように、誰だって宅建業法は頑張るんです。ね。あと、伝統方法としても、練習問題を解くっていうのは、割と皆さんすぐ思いつくことになって、まあ、宅建業法は、まあ、伝統なのじゃ一生懸命問題解こう。まあ、そういう勉強方法の結果、まあ、実際、宅建業法は結構ね、皆さん良い点を取ります。まあ、勉強時間に比例して点が伸びるといってもいいと思うんです。一方、民法の方は、まあ、そうはいかないので、ちゃんとね、メリハリをつけて、テキストしっかり読む。そういう勉強をしていくわけですが、やっぱり重要問も出される。あと実際問題解いて、あ、ちょっと難しいな、ね、あ、むずいな、ね、感じるんで、民法はやっぱり皆さんね、危機感を持って頑張るんですね。で、民法が難しいと思って頑張る。宅建業法は配点も多いし、点取れそうだから頑張る。で、そういう中で、法令上の制限は8人しか出ないので、あまりやらないっていうことがあるんですね。それから、法令上の制限をやらない理由にもう一つ、言葉の壁が大きいというのがあります。ちょっと表の右側見ていただきたいんですが、専門的用語が多く、軽減しがちになる分野ですね。そうなんですね。例えば、宅建業法の方で、で、全然勉強してなくても、宅建業の免許を取ると、免許証がもらえます。多分イメージ湧くんですね。あ、なんか、宅建業をやるのとか、免許って取るんだね。でも、免許取っただけじゃ、ね、何も証明になるのはないですから、その免許を取れましたよっていう証明書、免許証が来るんだな。免許を取る、宅建業の免許を取ると、宅建業の免許証が来る。こういう文章に対して、特に説明をしなくても、あるいはイラストなんかで免許証の絵なんか見せられちゃってもイメージが湧くわけですね。ところが、法令上の制限は結構、それが難しい時が多いです。開発許可を取った。だから開発ができる。まあ、日本語なんで、なんとなく言いたいことはわかるんですけど、でもじゃあ、開発許可って実際どういう許可なのか。そして、開発って何なのか。イメージ湧かなくないですか。あ、勉強した方はね、わかってると思いますけど、初めて勉強する人は大抵、開発って何なんだろう。家を建てることかな、あ、マンションとか、そういうのを建てるの、必ず言ったのかな、ルーなんですよね。建物を建てるのは、建築確認を取ってから建築をするっていう形で別の話になってくるんですね。まあ、こういうふうに、法令上の制限はどの法律にも、専門的、まあ、用語、いわゆるテクニカルタームですね。これも、ものすごく出てくるんで、結構最初、ね、読んでも意味がわからない。で、宅建業法と同じ技を使おう。ね、宅建業法の学習の成功体験、たくさんの問題解者がどんどん成績を伸びた。
ついてやっぱり法令上の制限もそれでやりたくなるわけですね。でも法令上の制限で、もう6、ね、テキストも読まずに問題集を書いても、本当に拒絶反応ってね、確かに漢字とひらがなで書かれてはいるが、意味がわからないんですね。で、さすがにやっぱり意味がわからない文章が丸かバツかって暗記したって答えはありませんから、それで、変だし、なんか法令上の制限とか問題集を解いて力を尽くし出してみたら、まあ、いっかと。ね、民法、宅建業法も、とにかく死ぬほど頑張って、その他関係の知識もなんかやったら手に取れそうだから、これで足してみると、あ、結構怖くて怖いそうだ、とかね、逃げちゃうんですね。逃げがちです。それが実は本当にその合否を分ける大きなね、分かれ道になると思ってください。専門的用語が多く、やりたくないってなっても、ぐっとそこはこらえてですね、だから問題集からすぐ、テキストに戻ってきてるんですね。すぐ問題解こうとしないで、テキストを見ながら、開発って何だろう。あ、開発って結構がっつり定義があるんだ。ね。がっつり定義があります。建物を建てるために、地面の工事をすること、いわゆる造成工事みたいなやつですね。あ、そういうことなんだ。で、分かってから、開発許可、ね、勉強する。で、そうすると当然、地面の工事ができる。で、開発許可の意味が分かってくると、開発許可を取って開発行為をした時点では、建物まだ建ってないなっていうことも分かるようになると思うんですね。それがやっぱりちゃんと状況が分かってから問題を解く通りですね。ただ、民法よりもいいことがあります。専門用語が多く、確かに最初はちょっとね、大変と思うんですが、そこを、コツコツちゃんとテキストなどを使ってですね、開発行為はこういう、ね、建築確認はこういう。第一種、低層住居専用地域はこういう意味。ね。まあ、そういう言葉の意味を一つ一つちゃんと、イメージ作りをすれば、その後が結構宅建業法と同じタイプの勉強に帰着します。現場で考える、例えば図を書いて考えるような応用問題は民法には結構出ますけれども、法令上の制限にはそれがないので、言葉の壁を越えてしまえば、あとは宅建業法と同じで、試験によく出るところ、そこをしっかり覚えていく、そういう科目なんですね。先ほど法令上の制限がやらないと、ね、この試験、本当にこうね、合格にするのが難しくなると言いました。その割には昨年の、まあ、合格点で、ね、目標点高かったんですけども、それは去年は法令上の制限の中でですね、この、覚えるべきキーワードが分かっていて、試験に出るのはここですよっていうのを覚えた人が、解けるような選択肢が必ず1個混じっている。しかもそれが正解詞だったりしたんですね。そのせいで、合格点が上がってしまった、ね。だから、ちょっと先ほどのね、数字だけを見て、あ、法令上の制限、簡単なんだとか、逆に法令上の制限、満点取らなきゃいけない科目なんだ、そうは思わないでくださいね。まあ、今日はやっぱり学習方法って皆さん掴んでいただきたいので、法令上の制限は出題数は多いが、言葉のね、壁のせいで勉強しない人が大勢いる。そこが逆に勉強する人にとってはやっぱチャンスですね。みんなが見えてる科目っていうのは、もしそれを得点圏にできれば、当然そこで大きくね、順位を上げることができます。私の目標は、上位17%に入ることになるわけですから、法令上の制限を得点圏にできれば、ね、何か心強いことはないですね。ということで、法令上の制限、これは本当に頑張るかもしれない。これ思ってください。ね。宅建業法は誰だって頑張りますけど、法令上の制限もしっかりやろう。ね。まあ、そういうふうに言っていただくと。では、その他関連知識ですね。出題数は確かに8問で法令上の制限と同じなんですが、こちらは勉強時間は少なくて済みます。実際、タックの講座の方でも法令上の制限とその他関連知識では、授業のボリュームが全然違うんですね。その他関連知識はすごく授業回数も少なくしてあります。でもそれは点を取らなくていいということではなくて、結構ね、点を取れる場所と取れない場所がはっきり分かれちゃってるんですね。ただ、点取れるところが多いので、そこの過去の本試験の問題をしっかりやっていてですね、現場でも、もう自分のやった範囲はしっかり点を取るけども、知らない問題も気にしない。まあ、そういう割り切りっていうのが、非常にね、いい結果を得る。そういう科目ですね。ですから、まあ、税金の分野では、いろんなね、その要件を確実に覚えるってありますけども、これも覚えるところがもう決まってるんです。ここがよくできるか。ここはみんなができるか。覚えましょう。
でもそれ以外の膨大な税金のルールは、もう手を広げないですね。地価向上法も、なぜか手続きを何度も何度も聞いてくるってことが分かっているので、あ、じゃあそこだけ勉強しましょうね。そういう意味の、説明だと思ってくださいね。ですから、その他関連知識という科目は、過去問をしっかりやっておけば、まあ、点取れるものは割とすぐ点取れるように。で、多分ね、卓球療法よりもすぐ点取れるようになると思います、ね。その代わり、それでちょっと無理な問題ですね。その C 難の問題が出たときは、もうサッとしてしまう、ね。そういう割り切りがいい結果を、そういう科目だと思ってます。一応これで、各科目の、学習の、ね、詳細という話は、ちょっと取り終わりましたので、まあ、次にちょっとね、全体的な話に行きたいと思います。次のページで進みたいと この今の科目別にやり方を変えるということを考えまして、まあ、どういうスケジュールがいいのかですね。一応このページは、全くの、ね、講座の宣伝用のページなんですけども、話はちょっと宣伝後回しにしまして、ちょっとね、この真ん中の資料で、この今の科目別の対策ってことを踏まえた学習スケジュールをね、ちょっと考えていただくというね。今7月です。まあ、とにかく、勉強を始めてくださいですね。お願書を出したわけですから、ね、出したくなければすぐ出して、勉強スタートしてください。で、勉強スタートするんですけれども、その内訳を見ていただくとわかるように、民法、宅建業法、ね、事業回数が両方とも7となっております。これは、民法は通常時間があれば確かにもっと時間をかけて勉強するのもありですけれども、7月スタートということを考えますと、民法は学習範囲を絞り込んだ方がいいんです、ね。なので、先ほど一番最初の科目説明のところでですね、例えば多数当事の法律関係ということで、保障債務も連帯債務も両方やるよみたいに書いてあると思うんですが、7月スタートの方は、僕は思い切ってですね、保証の方だけね、保証契約の方が時間かかるんです。だけど、連帯債務はささっとやるんですね。まあ、そんなイメージで考えていただいて、民法は思いっきりメリハリをつける、ね。重点的になるところも一応あるんですよ。例えば、こうですね、宅のテキストで言うと、13章になるんですけれども、賃貸借した施策である。これはもうガッチリやります。ね、7月スタートでも、ガッチリやる、ね。ガッチリやるところはガッチリやるんですけれども、全体を見るとですね、優先順位を下げる項目をちょっと多めにとって、ね、重要分野に集中する、そういう勉強が、大事ですね。一方、宅建業法7回と書いてありますが、これは宅のテキストというのは全分野きちんと見るという意味になる。その代わりテキストをしっかり読んで覚えようではなくて、とにかく全分野、たくさんトレーニング、ね、本試験の問題を解きましょうっていうことですね。それで、宅建業法、民法と同じ7回ぐらい。ですから、勉強のボリューム的にも、宅建業法ね、問題集どこ時間かかるかとかで、しっかり時間を確保してください。もう一つです。法令上の制限度とその他関連知識7回とありますが、その他関連知識は、1、2回少ないと思ってくださいね。ですから、体感は法令上の制限で時間を割きます。ですから、まあ、この数字はね、もちろん、チャレンジ本科というクラスの授業回数の数字なんですけども、ここにちょっと勉強の、ね、ウェイトの書き方が、ちょっとヒントが隠されているので、民法、宅建業法、そして法令上の制限、大体同じぐらい時間をかけるかな。でも、中身は全然違います。民法はしっかりテキストを読んで、ね、だから全部じゃない、メリハリをつけた範囲を絞り込んで、そこを徹底的に。宅建業法は逆です。前半に徹底的に問題とか、ね。で、法令上の制限は、まず言葉の壁を越える努力をテキストにして、で、それが終わったら、勉強法は、あとは宅建業法で、問題集とかですけども、法令上の制限は問題の数は少ないです。ね。他の経験の数は少ないので、問題を、ね、解く時間が入ったとしても、それほど時間はかかりませんから、まあ、こんな比率で言うとですね、民法1、宅建業法1、これで制限1弱ですね。それぐらいのバランスで、ちょっとスケジュールをね、考えていただくと。で、インプットはなんとか、夏までに終わらせてください。ね。で、そこから、9月からね、これは応用答練とか、前答練。答練っていうのは、
各部門からゲストも、皆さんの学習スケジュールも、2月に入ったら、これって何だろうとかってテキストを、読んでる時間、場合じゃないので、もうどんどんたくさん問題をこなしてですね、もうテスト受けられる方はたくさんテスト受けて、で、自分の弱点、間違いとかを発見して、一個一個自分の間違いを潰していく。そうやっていくと。あと、タックで公開模試を受けようと思っている方、10月の上旬に公開模試がありますので、この、7月、8月のインプット、そして9月からテストがだんだん受けるというスケジュールで勉強したときに、どこら辺を完成目標にしようかというときに、この公開模試を、一応目標にしていただくといいと思うんですね。あと、本試験まで日がありますから、この公開模試を受けていただいて、それで、問題点が見つかっても、本試験までちょっとそこを補強する時間はあります。ですから、一応、公開模試で、自分の力、合格点に持っていくんだと。で、その後、公開模試を受けてから、この試験までですね、もう1、2週間、最後の仕上げをする。まあ、そんなふうにこのスケジュールを考えていただくと。では、学習方法の話はこれでおしまいで、ちょっとここからすみません。タックのチャレンジ本からの案内をさせていただきます。同じ画面に使います。まず、2024年合格目標チャレンジ本科生が、これからどんどん各地で開講していきます。オンラインでも授業を受けられます。今、キャンペーンやっております。夏のキャンペーンというのをやっておりまして、通常よりも1万円、お、ね。大変お得になっておりますので、申し込み考えている方は、ぜひですね、三つ折りキャンペーン確認していただいて、これで申し込んでいただけたらと思います。あと、このチャレンジ本からですね、受けていただいた方の、特典ですね、右側見ていただきたいんですが、オンラインホームルームというのを、定期的に開いております。まあ、教室でね、授業を受けられる方はいいんですけれども、オンラインでね、勉強されている方、時々その講師からですね、ママの声で、こういう勉強方法が大事ですよとか、こういう悩みがありますけど、これどうやって解決したらいいですよっていうね、話を、聞くと、モチベーションが上がったり、あるいは安心感がある、そういうことってあると思うんですね。まあ、このための自前ホームルームで、ぜひこれをご利用いただけたらと思います。あと、ライブ講義を中心に受けている方、万が一、授業を受けられなくても、受講期間内であれば、ウェブ講義フォロー、要するに、ライブ教室で授業を受けているんだけども、ちょっとこの日休んじゃったと。そういう場合は、ウェブで授業を受けることもできます。ね、そちらのフォロー講義があるので、何かで休んでしまっても安心だと思いますね。それから、紙の教材、もちろんあります。やっぱり紙でやる方が勉強しやすいという、こともありますので、紙の教材もちろん使うんですけれども、やっぱり紙の教材だったらちょっと持ち運びがどうかなということもあると思うんですね。まあ、そこで、デジタル教材も、用意しております。だから、多分普段の勉強は、紙の本で勉強して、だけど移動中とか、あるいは職場でとか、直接の時間で復習をしたいな。まあ、そういう時には、スマホ、タブレットですね、あるいはパソコンに、使える環境の方は、そういったものを使っていただいて、普段自分が紙で使っているテキスト、それを確認することができますね。なので、こうデジタル教材もね、使えて、これちょっとニューとかってありますけど、そうなんですね。それをどんどん便利になっておりますので、ぜひね、ご検討いただけたら、